はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。新三国無双セブン with 猛将伝義深夜の戦い。はい、ということで深夜の戦いやっていきましょう。前置きが長いので今回は続きから始めていきましょう。曹操は白狼山で遠家を根絶、河北の体制を盤石なものとした。病を押して指揮を取り続けた各家の働きが実を結んだのである。しかしそれがたたり、各家は凱旋の途上に帰らぬ人となる。同年、曹操は各家の戦を無駄にすまいと南進を開始。手始めとして今は慶州に身を寄せる劉備討伐の軍を進めた。劉備、時に共に戦い、また時に自分に対し牙を剥いてきた男。今は弱小だが、いずれ時を得れば強大な敵となり得る。曹操は曹仁を先行させ、万全の体制で劉備討伐に臨む。しかし曹仁は思いがけず苦戦を強いられていた。危惧していた劉備の時はすでに到来したというのか。夏侯惇、長江、李典が慶州深夜に英雄を問う。はい、ということで深夜の戦いやっていきましょう。夏侯惇、李典、長江、3名選ばれておりまして、でこの深夜の戦いというのがですね、対立行動としては曹操 VS 劉備なんですけどね。で曹操とですね劉備はですね、共に戦ったりとかですね、あるいは敵対関係になったりとか、いろいろこれまでありまして、共に戦ったのがですね、後金刀をね、収めたりするときとか、あと呂布ですね、呂布を討伐するときとかですね、あと炎日討伐とかですね、そのあたりはね、一緒に戦ったりしてるみたいなんですけど、曹操がですね、帝をですね、巨匠という自分のね、都に、保護したんですよ。で、それで、曹操はね、また権力を手に入れて、好き放題ですね、やり始めるんですけど、劉備はですね、それをあまり、快く思っておらず、劉備だけじゃないんですけど、他のね、人も、快く思っていなかったので、曹操をですね、暗殺する計画というのをね、ある人が立てたみたいで、そこにですね、劉備もですね、名前をね、書いてしまっていたらしく、で、そのね、暗殺の計画がバレてしまうんですよね。で、それによって、そこに加担していた人が、曹操によって殺害されていくんですけども、劉備は、なんとかそれをね、免れているという、状況でございまして、でそういったこともあって、対立構造はかなり生まれているという状況になっております。で今回はね、李典使っていきましょう。攻撃関係のやつをね、入れていきましょうか。李典もずっと出てきてるけど全然使ってないから使ってあげないとね。で、前回閣下がお亡くなりになったじゃないですか。で、これが、猛攻の号輪撃。得意武器でいいよね。で、閣下という人はですね、なぜ亡くなったかっていうと、実は結核だったんじゃないかというね、説があるらしくて。で、これね、諸葛亮もね、結核だったんじゃないかって言われてますし、で実はね、曹操もね、結核だったんじゃないかって言われてるんですよ。結核の合併症で、頭痛が起きるね、髄膜炎っていうのがね、起きるらしいんですよ。で曹操って頭痛持ちだったらしくて、で、いろんな薬とか飲んでも治らないんだけど、肩っていう、お医者さんが、針打つと治ったっていうね、パリ打った時だけは治っていたっていうね、そういうね、逸話があるらしいんですけど、なんで、最終的にはその頭痛でね、お亡くなりになってしまうんですけど、曹操もね、それが結核の合併症だったと
だからまあ可能性としてあり得るのは、まあ、その閣下から曹操に移っていったんじゃないかというね、そういう説もあるらしいですね。武器はどうしような、いっぱいあるんだけど使ったことがあんまないやつにしようか、これにしようか。よし。で、結核がね、なんかこうかかってると色白になってくるらしいんですよ。起きた掃除とかもね、なんかそんなような記述が確かありましたよね。で、閣下が結構こう色白で描かれてたじゃないですか、無双でも。あれってそういうね、理由なんじゃないかなって思っております。では行きましょう。予感的中、お手の物。李満世とは俺のこと。なんとも、まあ、うからいお顔で。いくら関羽が戻ったとて、劉備相手に苦戦する総人ではない。確かに。しかも今回は八門金鎖の陣を敷いたわけですからな。だが押されているらしい。その八門金鎖を仕掛けながら。ならば理由は明白だ。向こうにも軍師がつく。それもこちらの手を見抜くほどのね。劉備の軍師か。美しい陣をかき回して崩す。野暮な敵もいたものですね。遅くなってすみません。俺ってばダメ男。ああ、状況はどうです？これはまた面白い戦になりそうだ。皆さんお揃いのようで。では俺の方から状況の説明。ああ、劉備を撃つんだな。了解。さ、行くか。李天殿、お得意の勘は合ってる。だがまずは話を聞いてくれ。先行した総人殿が難儀をされている。どうも劉備に切れ者の軍師がついたらしい。そこでまずは総人殿の支援で、その先は李天殿の言う通りだ。そういや聞いたことあるぜ。この辺に画廊って天才軍師がいるんだよな。まさかその画廊が劉備に組みしたと。ならば私たちの動きも読まれるのでは。さあ、そこで劉備を撃つためにまず軍師を捕まえる。手間だと思うだろうが、それが確実だ。ここは慎重に慎重に行きましょう。はい、ということでね、曹操の中の、その曹操陣営の中に軍師って有名な人がいるんですけど、淳育、定育、閣下、閣、まあ、この辺りの人物が有名な軍師らしいんですけど、まあ、閣下はですね、亡くなった時38歳かなんかだったらしいんですよ。まあ、曹操はその時53数歳か60歳か忘れましたけど、うん、結構年が離れてて、結構他の人もね、年が上だったんで、まあ、時代を担うね、まあ、若者の一人として閣下は考えられてたらしいんですけどね。でもまあ早くに亡くなってしまったので、非常にね、曹操もね、残念があったらしいんですよね。八門金鎖の舞台を台無しにするとは。劉備とは本当に無粋な方ですね。ですがご安心ください。趙春外、この戦を美しく塗り替えましょう。まあ美しいって 何をもって美しいと思うかによって変わってきちゃうからさ、血みどろが美しいって思う人もいるからね。この戦必ずや関羽も出てくるだろうな。ち、毛徳の恩を仇で返すような真似を。まあ敵であればこそ切れるというものか。関羽め、首を洗って待っているがいい。うん、劉備に軍師がつくとは実に厄介だね。まあそれが画竜かどうかは分からんが。そう、これね、劉備側ではですね、
画領というのがですね、諸葛亮孔明のことなんですが、序書っていう、序直言だったかなっていう人が、ついてるんですよね、ここにね。軍師にも武人にも個性的な人物が多いな。角度のしかり、長江殿のしかり、その面々を一挙に束ねるのが曹操殿よ。ある意味一番ただならぬ人物だ。そう、この曹操がね、まあ関東の戦いっていうですね、戦い、まあ1個か2個前にやったと思うんですけど、あれがですね、袁紹というですね人と戦ったんですけど、順当に言ったらね、袁紹が中華大陸統一してたんじゃないかっていうぐらいね、力があったらしいんですよ。名門の出身ですし、ものすごいね、軍隊を抱えてて強かったらしいんですけど、ただね、袁紹はすごくね優柔不断だったらしいんですよ。だからここね、あの今深夜をね、曹操軍がこうやって攻めてきているから、巨匠というですね、この時じゃないけど、どっかをですね曹操が攻めている時に、まあその巨匠が開くからね、袁紹が、まあ、その裏をついて巨匠を攻めてくださいっていうような話をした時も、まあ、袁紹はですね、自分の息子が病気になったからとかいう理由で軍を動かさなかったらしいんですよ。で、袁紹にそのね話を進言した人も、まあ、嘆いてたっていうね、伝報だったかなとかいう人が、なんか千載一遇のチャンスを逃すなんてみたいな話で、曹操を打てるねチャンスを逃すなんてっていう風に嘆いてたとかいう話でしたね。どの戦いの時か忘れましたけど、そういうね裏を取って巨匠を取れるチャンスがあったのにっていう戦いがあったみたいですね。袁家を倒して河北を取ったってのに、曹操様の敵は減るどころか増えるばかりだ。この深夜には天才軍師がいるって話です。もしかしたらそのお方が劉備に、いやだとしても大丈夫ですな。こちらには各殿たちがおられるのですから。優秀な軍師は万の兵力差を埋めてしまう。それほど戦では重要な存在だ。そうですね、関東の戦いにおいては兵力差が本当に10倍ぐらいあったっていう話なんで、まあ本当に曹操もですね弱気になったっていうね話もね残ってるらしいですよ、その袁紹と戦った時ね。普通に言ったらもう全然袁紹が勝ってたっていう話らしいんで、まあ、関ヶ原の戦いみたいなもんですよね。普通にやってたら西軍が勝ってたはずなのにっていうね、そういう歴史のね、左右する、まあ、大きな戦いだったらしいですね、関東の戦いとかいうのはね。まあ、この深夜のこの戦いとはまた別の話なんで、まあ、2個ぐらい前の動画をねまた見てみてください。カコートン様、さっきからすごい気迫だ。俺暗いところ苦手なんです。火の近くじゃないと怖くって。でこの深夜の戦いなんですけど、実はね、あの諸葛亮はこの時ね、まあ、漫画ではね諸葛亮がいて、で活躍して、まあ、あの曹操軍を追い返していくんですけど、実はね、あの演技もそうなんですけど、三国志のね正史ではですね、まだ孔明はこの時軍師になってなかったんじゃないかっていうね説があるらしくて、まあ、どれが正解かよく分かんないですよね。角殿、最近ちょっと寂しそうですよ。角家殿と気が合ってたみたいですから。この辺りで顔を隠した男を見たとの報告が。敵方についたと噂の軍師かもしれませんな。長江殿は優美さだけが売りじゃない、超攻撃的なんだ。ダジャレ部隊か。我らは長江殿直属の部隊、いざ美しく。劉備も大概しぶといですよね。ここまで生き残るなんてよほどの強運か。聞いてくださいよ曹操様の話。関東の後勝ったのに浮かぬ顔、それくらい関羽殿の出奔が悔しかったと。
周囲ではもっぱらの噂です。まあ他にも強い武人はたくさんいます。気持ちを切り替えていってほしいですね。そうね、関東の戦いで関羽は、ね、劉備が袁紹の方にですね、落ち延びていたので、そっちの袁紹の方に、まあ、出ていきますっていう話でね、曹操軍の陣営から出ていくんですね、関羽がね。長江殿は独特な方ですな。いやはや目が離せません。劉備は逃げ足が早いですからね。今回も下手したら。あ、これ利天殿の勘の受け売りです。あらあ、そうそう、劉備に軍師がついたか。曹人を苦境に立たせるほどの才、一度まみえたいものよ。まあこれもちょっとしたフラグだよね。劉備は弱小、捨ておいてもと思うが、殿のお考えは少々違うようだ。これね、どっちがどっちだったか覚えてないんだけど、呂布に助手を追われて、巨匠に劉備が助けを求めに行く、曹操に助けを求めに行く時があって、その時にね、各家と淳育が、まあ、曹操に提言してくるんですけど、どっちかが、劉備はこれから先大きくなる存在なんで、ここで殺してしまった方がいいってどっちかが言ってるんですよ。で、なんか物の本によっては各家が言ったっていう話だったような気がするんだけど、なんか漫画では淳育がね、提言してた感じがして、どっちが正解かなって感じですね。ほんとね。利天殿、おかげで探し物が見つかりました。いやー、その間、便利ですね。さあ、ほとんどみんなと喋ったかな、これで。まあ、だからその時にもし劉備を始末していれば、まあね、その後、長い戦いを劉備とね、しなくてもよかったかもしれないというような状況ですよね。曹仁様が苦戦するなんて、大丈夫かな。八門金差って名前からしてかっこいいな。そこに曹仁様がいて、負けるはずないと思うぞ。さあ、これで全員と喋ったかな。で、今回もマイクは少しね、前回と変えております。ちょっとね、音が若干太くなるようにしております。では行きましょうか。冴えてきたぜ、俺の勘。出るなら今しかない。はっ。まずは曹仁殿の救出だ。急ぎ八門金差の陣に向かうが。さあ、曹仁を救出しに行きましょうか。ほいと。軍師がついたから何だってんだ。あ、さっさと曹仁殿の援護に行くぜ。八門金差は変幻自在の地、それだけに些細な心から崩れます。中では俺の言う通りに動いてくださいよ。出なきゃ救援どころかこっちが危なくなる。さあ、八門金差の陣作動。一だった。追っていく。さすがにまずいな。テイク軍団苦戦。どっから入っていくの？テイクのとこまで。ここに門があるはずだけど。あ、カンペにより敗走。助けに行けないじゃん。少し崩れたところで。あ、ここから行けるか。まだ生きてる。これじゃ俺たちは迂闊には踏み込めない。多少遠回りにでも西側を回るが。中央行くにはそれしかない。お、西側を通り中央へ回れ。ちょうどいい。我が知略試させてもらおうか。さあ、助けに来たぞ。よいしょ。小野ども突撃せよ。お、関陽さんだ。攻めかかるのだ。よいしょ。よいしょ。関陽さんは諸君というか劉備軍の、まあ、軍師みたいな人ですよね。面白い。よいしょ。軍師というか、まあ知将ですね。知将知力の将、美塾もそうですね。よいしょ。よし、八門金差うまく作動してますね。で、このさ、利天のこの武器が微妙だね。なんかあんま攻撃力が活かせないというか、
一撃は重いのかもしれないけどスピードがちょっとねないね。真ん中入れそうにないから周りから救っていく感じになるねこれね。ここは誰がいるかな。おい、あ、シュウソウ、よいしょ。さあシュウソウも劉備軍の知将かな、うん、まあ劉備軍の人ですね。よいしょ、あ、こっちの方が使いやすい。よいしょ、うん、並大抵ではないな。さあ強い八門金差が作動していく。次は真ん中にとりあえずたどり着けさえすればいいんでしょ。真ん中が開くかどうかだよね。でこれね、この動画を撮る前にね、なんか何回も何回も失敗してて、動画のあれにね、遅くなってすみません、撮影に。よいしょ、俺に任せてくださいよ。おいよ、かたじけない。よし、カンペ、カンペはね、カウの息子さんですね。おいと、よいしょ、うん、わ、超運。やべ、なんか強いぞ。あ、それは迷惑な話じゃねえの。よいしょ、超運。よいしょ、ほい、ウキンさん、恨みはせん。ほい、皆の規範となるよ。これからも精進せ。はい、飛行の給与、よーし、これで一撃やめられ、回想するところであった。おお、敵の動きを見る、指揮する者は南か。いざ、南へ参らん。はい、さあ、総人救出したよ。さあ、上昇、どこにいる。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありません。いや、これ普通に戦ってたら結構きついな。うおよいしょ、めっちゃなんか体力、よいしょ、よいしょ。戻って策の練り直した。さあ、敵の体力が結構高いぞ。撃ち取った。よし、この辺りの敵をガンガン倒しつつ、ここの奥に誰か一人逃げ込んだよね。まあ、南の方に行ったら序章がいるんで、序章をね倒してもいいんですが、一人逃げ込んでるやつがいるんで。あ、ビジクか。短期で来たか。それを無謀というのだ。よいしょ、ほいほいほい。いやー、ちょっと利点使いづらいわ。どうにもならん。ちょっと攻撃のバリエーション的になんか連携が続かないというか、うん。よいしょ、よいしょ。まあ、他のキャラクターと比べるとなんかちょっと使いづらさを感じるね。まあ、武器がっていうのもあるんでしょうけどね、うん。よし、かといって攻撃力も高いわけじゃないからさ。さあ、リテンさんが上昇、突破は難しいか。おい、上昇、背高いな。2メーターぐらいあるんじゃないこれ。今これでいい。よいしょ、うっ、あんたが劉備の軍師か。ほい、企んでるかは知らねえが、うお、強いな。しろよ、ふう、こんなところで。いや、俺にしてはまだまし。まったく手間を取らせてくれたもんだけど、これで敵の攻めは読みやすくなるね。うん、よし、序章捕獲。うん、序章は陣を打ち破れなかった。ならば我らで敵を打ち払うぞ。おい、よくとく、はっ、任しとけ兄じゃ。よいしょ、頭じゃねえ、腕と腹でするもんだぜ。さあ、張飛、しゃべり終わらないで張飛を倒してしまった。よいしょ、これ劉備編だったらここでなんかこうね、よいしょ、あ、この先か、この先の長藩の戦いで劉備編だったらあのね、逃げ切れコマンドみたいな、逃げ切れミッションみたいなやつあるよね。100万のさ民と一緒に逃げるっていうね。
かなり無理ゲーですよね。行軍がめちゃくちゃ遅いからさ、ね、曹操軍に追いつかれちゃうんですよね。深夜を逃げて別の土地にね移動していくんですけど、ね、100万の旅がついてきちゃうんですよね。受けていただこう。その辺が、ね、劉備の凄さですよね。まあ100万っていうのはさすがにちょっと誇張してると思いますけど、うん、ついてくるんですよね、劉備のことをしたって民がね、すごいですよね。よいしょ、引かせていただこう。敵将撃ち取った。お、関鳥羽、関鳥羽これ捕まえられるんじゃないか、これちょ捕まえよう。さあ、主なき馬を、あ、どこ行くんだ関鳥羽。関鳥羽ってこの頃もう何歳だろうね。ね、董卓に与えられた馬だからさ、結構な年だと思うんだよね。本当に乗ってたのかな。よし関鳥羽、乗ったぞ関鳥羽に。誰も乗りこなすことができないと言われているような馬ですよね、関鳥羽。確かね、董卓から、よいしょ、呂布にね与えられた馬ですよね。軍師にこだわるのか。お、分かんねえけど倒しゃいいだろう。さあ、劉備さんのなんだろう、そのカウンターアタックみたいなね、そのさ、パワー当たるやつ、こっちもやりたいんだけどさ、どうやってやるの。おらい。かくよ、こうなるのを分かっていて捕まえたな。まあまあ、せっかくだから見てみましょう。同じ軍師として曹操殿があの男をどう評するかも知りたい。助手と言ったな。八門金さんに対し振るった知略、なかなかのものよ。何がなかなかだ。結局俺は陣一つ破れなかった。いや、劉備殿は逃げおせた。それで十分か。あとは彼らがうまくやってくれる。きっと俺よりも。俺の役目は果たせた。残ったこの命など好きにしてくれ。ふん、その程度の気概か。知恵はあってもこれでは小役人程度にしか使えぬか。諸将は奮闘し戦を制したが、劉備を討つには至らなかった。劉備はその後も曹操の手を逃れると長江を下り南へ向かう。おそらくは江東に地盤を固めた孫権との共闘が狙いと思われた。今までの劉備とは違う動きはその陰に智者の存在を思わせる。だが曹操の覇道にとってそれはもはや何ら問題ではなかった。流浪の中で人心を集めた劉備、そして江東で牙を研ぎ続けた孫権、それらが連合して戦うならば、こちらは圧倒する力で叩くまで。曹操は劉表亡き後の慶州を奪うと、そこで大船団を編成。劉備孫権らを討つべく長江下流行き石壁へと船を進めた。深夜での戦から1年、今覇道は激流となる。曹操が、そして巨長長領が大河にその部をほとばしらせる。
はい、とうとうやってまいりました負け戦、石壁の戦いこれどう描かれるんだろうね。確実にこれ負け戦ですからねまあ大方の予想ではね、この戦いもやっぱりそのギー側がね有利っていう風に、まあギーというか曹操側がね有利っていう風に言われてましたけどね。まあ戦力差がほんと何倍にもなってるんで、普通にやってたらね、まあ勝ってない戦いでしょうね。劉備と呉の孫権はね、船が5000とね、5万か、それぐらい、5000と50万か忘れましたけど、かなりね、戦力差があるんですよね。まあ、それを覆してしまったのが、まあ、孔明の策であると。ね、孔明と、宝刀ですね。宝刀も実はいたんですよね、ここにね。江東の地にね。孫権がいた地域に宝刀がいて、で、劉備がいた地域に、深夜というところの地域に、諸葛亮、孔明がいたんですよね。で、孔明には、劉備が先にあって、まあ、軍師として迎え入れてるわけですが、宝刀はここで出会うことになるんですよね。はい、ということで、石壁もやっていきましょうか、今回ね。で、巨長はね、ずっとね、曹操のことをね、まあ、守ってるね、親衛隊みたいな人なんですよね。で、これがですね、孫策というですね、孫権ですね、権力の権の、兄弟かな、兄弟かお父さんがちょっと忘れましたけど、どっちかの関係の、孫策というね人がいるんですよ。で、孫策はね、孫策も非常に優秀で、まあ、呉をですね、まあ、大きくした一人な、大きくしたうちの一人なんですけど、まあ、孫策は護衛とかをねあんまりつけてなかったらしくて、で閣下はねそれを見抜いて、まあ、孫策は近いうちにね、まあ、亡くなるだろうと、まあ、孫策が、というのも孫策が、まあ、奪っていた土地は非常にね、領主が人民からこう民から、厚い信頼を得ていたので、民とか部下からね、なので絶対報復があるというふうに各家は考えてたみたいで、まあ、実際その通り報復行為があったらしいんですよ。で、孫策はまあ、本当に護衛とかもあんまりつけずにいたみたいで、で、矢が当たっちゃうんですよね、孫策にね。で、孫策はその矢に毒が塗ってあって、その毒がね、脳を犯し始めるんですよね。で、それが原因で亡くなってしまうと。で、各家はそれをね、状況を見て、まあ、そういう風になるだろうっていう風なことを言ってたらしいんですよね。だからすごい洞察力だなと思いますね。よし、ここはやっぱり曹操ですよね。曹孟徳さんに言ってもらいましょう。螺旋鉄槎持ってたか。今より強い武器はないか。ちょっと武器弱いけど。言いましょうか。乱世の先を築くのは、この曹孟徳よ。なかなか話がね、まとまらないな、自分で喋って思うけど。ちゃんと理解してない証拠だよね。勉強でもそうだけどさ、滑らかに喋れないってことは理解してないってことなんだよ。風が出てきた。父よ、この戦で乱世が終わると思われる。終える。速やかに戦の世に幕を下ろす。それが覇道を選んだ者の務め。それを介せず逃げ抗う者たち、天下は過ぎた夢か。殿、各船の確認終了しました。このまま進発の命あるまで待機します。祖祖様、この風ずっと吹くだか。どうかしたのか、キョチョリ。なんでもねえ。けど、なんだか気になるわよ。さあ、ということで、石壁曹操軍戦場。なんだか気になるだろうだよというね、
著者のこの言葉しっかり覚えておいてくださいね。敵は武門孫悟と劉備一党、相手にとっていささかの不足もありませぬ。関羽殿も劉備のもとにおられるはず。願わくは一度手合わせしたいものです。うん、長領はね、呂布と一緒にね、あの可否の戦いで捕らえられて、やっぱり長領はその時助けられてるらしいんですよ。だから多分そのね、可否の戦いの義変でも長領はね、曹操に問われてその回答によって助けられたみたいな感じになってたみたいだけど、まあ、あれは史実でもどうやら助けられてるっぽいんですよね。なんでだかな、おいらすっごく嫌な予感がするだよ。でもそんな予感なんて吹っ飛ばすぞ。おいらが曹操様を守り抜くだよ。うん、でこれね、中華大陸の、まあ、ちょっと南側じゃないですか。でこの時ですね、非常に疫病が流行ってたっぽくて、だから曹操軍の中でも戦えた人が実は結構少なかったんじゃないかという説がありまして、まあもちろん伝染病だったら数が多ければ多いほどそれね、早く広まっていくってこともありますし、うん、でなおかつですね、これあんまりその水上戦に慣れてないね人たちが集められてたらしくて、だからなかなかこうね戦うのが難しいっていう話になってて、それをですね逆手に取ったのが宝刀なんですよね。孫悟の方から派遣されて、で宝刀はですね、そんなにその水上戦が苦手であるならば船を鎖でつなげば、まあ揺れも少なくなるし戦いやすくなるじゃないですかって伝えるんですよね。でそれをね、あのクソ真面目にやっちゃうからさ、これがね非常にね曹操軍にとってね大きな打撃をね受けてしまう原因の一つになるんですよね。嫌な予感なんて吹っ飛ばすぞ。おいらが曹操様を守り抜くだよ。はい、巨長。先の深夜の戦いで我々を苦しめた軍師、確か名前を序書と言ったか。今は一階の子役人らしい。優秀な人物に見えたのだろうな。ここだけの話、俺は細胞殿を信じきれん。あの権力者に妙にこびる感じが。この細胞がね、慶州にいた細胞なのか別の細胞なのかよくわからないんだよね。劉備をそのね、妬んで劉備を追い出した細胞さんっていう方がいらっしゃるんですが、その方なのかな。細胞殿は水軍指揮の経験豊かな方、あの方なら南方の部隊を任せられましょう。船をつないだ鎖がちぎれちまってな、よく見りゃ鎖が腐りきってたんだ。鎖が切れたりしたら曹操様にくっさりだぞ。すぐに気づいてよかったな。大変だな、このダジャレを毎回考えなきゃいけないのは。だいぶ船酔いしなくなってきたぞ。船同士をつないでもらったおかげかなこれで戦でも全力を出せる。考えた方は天才だなかわいそうに絶対この人この戦いで生き残れないわ。聞いてくださいよ、曹操様の話。あの方人妻も大好き。敵の周囲の奥方が美女と聞いて興味津々、ぜひまみえたいものよとつぶやいたとか。まあ噂は当てにならないもの、いないうちが花かもしれませんね。ああ、曹操様、今のは聞かなかったことに打ち組みもんだぞ。これどっちだったかな、大凶と小凶かはね、レッドクリフではねどちらかが船に乗り込んでくるんですよね。ちょっとその辺もね、三国志あんまり知らない時に見たから分かんない、どっちが送られてきたか。曹操殿が天下を取ればいずれ曹丕殿が気が早すぎる話でしたかな。まあ実際こんな感じのノリだったかもしれないね。その赤壁の戦いの時のね、負けるなんてことは思ってないんでしょうね多分ね。この一大決戦に角下殿がいないなんて、白狼山での救世など悪夢だと思いたいですよ。
これ実際に赤壁がね戦いの時に閣下がいたらっていう風にね、後でねそういう風にね言ってると言ったとか言わなかったとかっていう話がありますよね。炎上での天井殿の死が惜しまれます。あの方なくして殿の安全は、天井はね本当に曹操に尽くした男らしいですからね。この戦に勝てば曹操様の天下はすぐそこ。ドキドキしてきました。やっぱ曹操はさ信長に被るよね本当にね。本当に信長の野望に出てきてもおかしくないよね。そう思うとくっつってねでもまあ信長と喧嘩するでしょうけどね絶対ね。曹丕、風がどうした。そんな不確かなものに命運を託しはすまい。こちらの兵力は圧倒的、水上戦の訓練も重ねてここまで来た。父よ、我らの敗北などありますまい。さあこの戦で乱世を終えましょうぞ。この大河に劉備と孫権の命運を託す。我が盛況なる彰子を奮戦せよ。伝令、北側に孫権軍襲来、野員に乗じて乗り込んできました。はい、ということで孫権軍強襲部隊がやってまいりました。大した策もなしに力をしか。みんなわしに続け、敵を蹴散らすのだ。はい、強襲部隊を撃破せよ。前線は混戦しているか。アクライもおれば敵を何もあったであろう。アクライというのは天意のことですね。いや非常にね天意の死は嘆いておりますからね。曹操はねやっぱこの武器めちゃくちゃ使いやすいな。うわこれあロシュク来ましたよ。ロシュクさんが、はい、この戦いは本当にねこれね赤壁この戦場の戦いだけで終わりじゃないですからね。赤壁の戦いはね、この勝負は次回に預けよう。さらば強敵を。なんだよこのカマセイヌは。はい、でね漫画でもねこの赤壁の戦いはすごいねしっかりこう長くページ取って書いてあったって記憶がありますね。風向きが変わった。この季節に東南の風、これ実はね冬だったんですね確かね。郊外さん来ましたよ。曹操軍よ我らが闘志の炎を喰らえ。はい、家計戦の激突。はい、諸葛金孔明のお兄さんですよ。敵の炎を積んだ船が激突。よいしょ、船同士がつながれており散開できません。さらに堀からの風で炎が広がっています。さあ曹操軍士気低下、孫権軍の火計により炎上。戦乱は放棄する。みんな明明の南から上陸し交代せよ。あ、天行く。よいしょ、裏切りました。西郷さん、西郷さん裏切ったって、このような時に弱い者の語り目というやつかさあ曹操軍士気低下しましたよ。本陣近くに小型船を用意してあったはずだ。それを使って逃げ延びるぞ。はい、一応脱出の手形は整えてたのかな。いやこれは厳しい戦いだね。お恥ずかしい限り。おっと、配送配送ばかりだ。連絡を受けるのは、これはお手間をおかけしまして。さあ郊外戦ってやろう。郊外さんと、おい、お主がわしの相手か。ほら郊外すごい体力だけどこの武器には勝てんな。強いねこの武器本当に。おい、あ、関東さんもいる。よいしょ、実際三国志の中で最後までね残る国はね5なんですよね。5は大変だよね、いろいろとね。
本当にいろいろと、よいしょ。まあね、5としては、戦略としては、広げる、領土を広げるとかはあんまり実はそこまで考えてなかったっていう話があるらしくて、5は、本当に三国で、三すくみ状態みたいな感じで、入れたらいいなっていう感じで思ってたっていう年があるらしいですね。ほら、裏切りもね。あ、そうそう、体力やばい。よいしょ。5の、5編もね、早くやりたいなっていう気持ちもありますけどね。さあ、馬呼べるかな、ここ。来ちゃうの。どうやって来たんだよ、この馬。さあ、そうそう。落ち延びようぞ。さあ、本陣の近くにある小舟とやらに、曹操が。待っていたぞ、曹操。大師。この俺の相手をしてもらおう。ほっ。ほいじゃあ。俺の戦うのはお前か。そうだよ。だって、ほんと、5のね、メンバーはね、あんまわかんないね、ほんとに。よし、おいしめい。よし。それでもね、名前ちょっと知ってるのは、その、無双オロチをねやったことがあって、その時にね5のメンバーがめちゃくちゃ使いやすかったんですよ。うん、ほとんど多分ね三国志のメンバーだけで戦ってたんじゃないかな。よいしょ。お、これ関連じゃないか。水の上でこの鈴の関連から逃げられるかよ。はい、関連さん来たぞ。追い詰めたぞ。いや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 、あんたのが追い詰められてるじゃないか。何一人で出てきてんだよ。タコ殴りだよ、タコ殴り。観念、観念しなさい。はい、気合い入れてかかっちゃったよ。タコ渡せに移動開始しちゃったぞ。ほい、やってくれおるわ。うん、さあ陸地に到達しました。なんとか陸地にたどり着いた。ちゃんと逃げるところまで描いてくれるか。みんなひどい有様だな。さあ、孫将校。待っていたぞ、曹操。私がお前を追い詰める番だ。おい、ここでわしの前に立ち。だが今は貴様らの相手などしてはお前。おい、よいしょ。孫将校はこの後だと思うけどね、奥さんだったらね。よいしょ。狙いは渡してやろう。ほら。このまま陸路を浮上し南軍へ向かう。さあ、これですよ、これ。誰一人かけることなく脱出するのだ。さあ、誰一人かけることなく脱出するのだということで、おっと、職友さんが関東より配送。どうしようもねえ。あら、まだ船の上に残ってる人がいる。もう助けに行くことはできない。嫌がったな、曹操。おお、これまでの借りここで返させてもらうぜ。よいしょ。これもね、諸葛亮の策だっていうね。必ず曹操はここを通るでしょうっていうことで配置するんですよね。素晴らしきお働き。で、まあ、それでも曹操を逃がそうと他のさ武将が頑張ってさ戦うんですよね。報告、南方から孫権軍の追手が来ています。さあ、孫権軍の追撃部隊が来てるらしい。急いで戦場を離脱する。地獄だな。あ、そして長領がいるぞ。よし、今だ。岩を落とせ。はい、投石部隊。何、わわわわわわ、投石など小賢しい。わし自ら止めてくれるわ。さあ、投石部隊撃破しに行きましょうか。リボか。はい。いや、これすごいな。追い込まれ方が半端ない。いや、これ曹操側に立ったらちょっとね、生きた心地がしないな。あら、負けちゃったぞ、誰か。よし、これで弓、あと美軸。よいしょ。我が自由で葬ってくれるわ。ビジクもそう、あと劉備側だったよね、確かに。
よいしょ。ほい。いやー、一騎当選の紋章。そうそう殿。警備軍め、息つく暇も与えんな。だが、そろそろこの山道も終わりよ。さあ、フラグ立てられたな。どうにもならん。長領がちゃんと生き残ってるあたりがね、しっかりしてるな。ここまでだ。お、超運。劉備殿のため、この長身湯が。よいしょ。いや、これは、で。劉備のためか。いい口上だ。お主には負けられぬと、闘志がみなぎったわ。おいこって。はい、超運撃破。いや、これは本当にね、まともに戦ってたらやばいね。行くぞ。さああと少しですが、来るかな来るかな。素晴らしきお働き。来るかな、あの人。我が知略だけでは挽回できるか。あ、来ないじゃん。なんだよ。来たー。相手願おう、関羽殿。曹操様を倒すつもりか。そんなのダメだぞ。本来ならばそうするべきであろう。しかし拙者の義がそれを許さん。曹操殿、長領、いずれまた戦場でまみえようぞ。わしは負けたのだな、完膚なきまでに。しかし生きておられる。そうだな。乱世の先はまだ遠いか。赤壁の大河は激戦に逆巻き、長子の起源は水面を焦がす。劉備と孫権の連合軍は曹操に対すべく縦横に奇策を巡らせた。これにより曹操の大軍は痛撃を受ける。軍船の多くは失われ、それ以上に多くの将兵らが命を落とした。曹操自身幾度もの窮地に陥ったが、なんとか逃げ延びる。その胸に去来するのは大敗の屈辱と喪失感であった。しかし生きている。生ある限り立つ、立って志を遂げる。それが己の務め、それが散っていった者たちへの報い。曹操は南進の軍を引くと、次の機を北に伺いつつ力を蓄える。天下への道は遠く、しかし未だ確かに曹操の前に続いていた。すまんな、加工へ。わしが赤壁で不明だったばかりに。いやいやいや、そういうことを言いたかったわけじゃありませんや。しかし、あれで乱世の終わりが遠のいたのは事実。果たしてこの先、わし一代で乱世を終えられるか。殿がそんな弱気になってどうするんです。それに、もし俺たちの代で収まらんでも、次の代がきっと何とかしてくれるでしょうや。宗妃殿はご立派ですし、うちのせがれもそれなりにできるようになってきました。うん、ならば年寄りは我
若者の追払いでも務めるか。またそういうものよ。しかしまあ、でっかい背中は見せておきたいもんですな。赤壁で大敗を喫した曹操は南進を中止。その間に劉備は慶州南郡の地を得、勢力を強める。一方孫権は江東支配を盤石とし、次なる衝突へと備えていた。三者三様、それぞれの時は過ぎていく。そして赤壁から3年、大敗の傷が癒えた曹操は新たな一手に出る。劉備と孫権は捨て置き、反曹の火種がくすぶる漢中へと軍を進めた。漢中に反曹の軍閥を束ねるは、錦と称えられた西凉の雄馬超。そして同じく西凉で長く戦い続ける実力者関水であった。彼らの有名と結束を破るため、軍師郭は一計を案じる。またこの時曹操の軍には馬超を旧敵と狙う王位が加わっていた。花公園、巨長、王位、将来の闘志が波動の第二幕を上げる。はい、ということで赤壁の戦いまで無事に終わりましたが、今度の戦いはね、本当にこれ漫画にも描かれていない戦いですので、非常にね、興味深い戦いで、そしてこの大井さん、めっちゃ美人ですね。ということで、ご視聴誠にありがとうございます。今回はここで終了したいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。ということでね、今まためっちゃ目が痛くなってきたんで、ここで終了して、またね、次回に備えようと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントお願いしますね。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。